Flesh to be. This program is brought to you by Babbo and Green. Kon kai no mesh to be wa. Gachi de mata tabathai. Te Chicago kaiwai 10 des. Let's get it started. 1. Te Chicago. Kovo. Te Chicago no dodo piroi daichi no mori no naka. Kushiro ga river side ni hissori to tatazumu restaurant.店名コボはイタリア語で隠れ家という意味だそう。今年で13年目を迎えるコボさん、なんとご主人が11年かけて手作りしたお店なんだそう。おお、すっげえ、やばまぶいね。筋金入りの DIY じゃないか。ねえ、すんごいわね。建てる時からの工程が写真アルバムになっててね。あ、面白かったね。あれ憧れるわ。やば、かっこよすぎる。ドラマですね。ある家族のドラマレストランコボ。メニューはイタリアンベースですが、ワールドエンジンも結構あって幅広いニーズに対応している感じ、やはり女性が大多数ですね。お昼頃にはギャルやマダムたちで満席でしたね。そうね。カチョエペペとあまり聞き慣れないパスタをオーダーしました。カチョエペペはイタリアの首都ローマの名物パスタで、チーズと胡椒を意味してペコリーノチーズとペッパーで食べるチーズ好きにはたまらないパスタですね。はい、たまりません。カルボナーラより好きだわ。ちょいチーズが臭いけど、臭うまが癖になるやつですね。臭いじゃないでしょ、チーズの香りって言って。ピッツァのジャガイモもタラコも美味しいですね。ローマ風ピッツァの薄生地のパリパリ感がたまらんでさ。手近くであんまりグルメ深掘りしたことなかったから驚いたね。ほんと素敵なお店がポツラポツラあって楽しい。 2. カワユスズメショッドー。カワユ温泉の中心にありますかわいい食堂、なんとベトナムテイストが味わえるということでやってまいりました。メシタビーズ、アジアンテイストにも目がないですからね。すごいかわいいお店。食事というよりはお酒行きたくなる感じね。そうだね。フォートナンプラー臭い手羽先が美味しいですね。こら、また臭い言うて。いや、これも臭いが癖になる系。おじさんも料理によくナンプラー使いますからね。独特なアクセントになってエンスはナンプラー好きなんです。タイで乗ってた僕のバイクの名前はナンプラー号でしたからね。なんて名前つけてんの。日本人的に言えば愛車に醤油って名付けるみたいなことでしょ。ポン酢ってタトゥー入れるとか。ジャスト、今日は朝から臭い系の一日だったね。おっさん臭いのも入れて。臭い？匂う？うん、ギリ大丈夫。 3. シベチャ朝日食堂。はい、シベチャの蕎麦屋さんでカツカレーでございます。視聴者さんからの垂れ込みのお店よね。カツカレーが美味しいっていう。年に何回も釧路に来るのは初めてですが、カツカレーが美味しいと聞けばいても立ってもいられませんからね。今年2度目の釧路です。はい、で、どうだった？なんとデミがかかったカツカレー、これは初めてでしたね。珍しいわね、デミがけのカツカレー。私も食べたい。これはオリジナル、唯一無二です。美味しいですね。タレ込みに感謝です。量も適量、カツも薄めで好みのタイプ。カレーもジャパニーズトラッドなカレーで辛さもちょうどいい。これは好きです。なんとおじさんカツカレー北海道ベスト5に認定です。すごい、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。おばあちゃんが楽しいほっこりするお店でしたよ。 4. The Can パンダパン。観光温泉街の鶴ヶグループが運営するパン屋さん。今まで食べた中で大きさナンバーワンのクロちゃんですね。センターがこんなに切り立ってるのもナンバーワンですね。バター控えめな感じがいいですね。表面さっくり、中しっとり、軽くて美味しい。飽きずに食べれそうなクロちゃんです。小ぶりのパニーニはキノコとチーズがたっぷり。一番驚いたのは金時ちゃんですよ。金時豆食パンってのは珍しいよね。赤飯は甘納豆派のおじさんにはたまらないごちそうでございます。もうどんだけ豆豆してるんだこの食パン。これ枕にしたいくらい気持ちいい手触り、ふわふわ。おじさんはそば柄枕派。他にも何軒かあかんでも実食見分予定だったんだけどね。釧路界隈あるあるの臨時休業に振られまくってこのパンだけになっちゃったんだよね。来年夏のマリモ夏祈祷の時にリベンジだね。は？夏祈祷？夏祈祷ね、いいねそれ。 5. クシロレストランヤマヒコ。
こちら山彦さんも視聴者さんからの情報をいただいてね。はい、今回のエリアくくり的には強引ですが、美味しいからいいでしょう。外観は床屋さんのような面白い雰囲気。店内の傾斜がきつく、小上がりに座ったら後ろに傾斜しててね、思わずバックスピンしちゃったよね。したした。店が全体的に歪んでて、トリックアートみたいだったよね。ちなみにテーブルは苦手なスライスライン。夜の営業時間は17時から18時50分までと2時間に満たないのよね。食事に特化したメリハリ効いたお店ね。これまたかなり傾いたテレビから聞こえてくる魚くんの魚の説明がんぱね。改めて尊敬するわ、魚くん。魚くんが職業になっちゃったよね。大学教授が魚くんに電話して魚の生態聞くってからね。ギョギョギョね。これもギュギュギュの美味しいチャップよ。ナポリタンのケチャップと混ざった感じがいいよね。ああ、白飯バクバクいっちゃう系だね。うひゃほーのやつです。翌日朝にはまた食べたくなってしまってましたよ、このソース。ハンバーグにかけて食べたいソースだね。ああ、いいね。これは名メニューですね。北ナシュラン的な楽しさもグッドでした。情報をいただいた視聴者の方、ありがとうございました。ありがとうございました。ところでさ、さかなクンは魚ばっか食べてんのかな、それとも好きすぎてかわいそうで食べれないのかな。それがね、1日3から6食は魚食べるらしいんだよね。驚きなのは、伊勢エビだろうがブリカマだろうが骨まで全部食うんだって。全部だって、ブリカマ言ったら結構ごっつい骨ついてるよ。だのさ、今まで食べられなかったのはホタテの貝だけだって言うんだけど、本当かね。Constant information. Kawayu. Kawayu Kanko Hotel. 手近が界隈は温泉だらけなので入浴にはこと書きませんが、子供の頃からクッシャロコで泳いでたおじさん、湖畔の無料露天風呂はスルーでサウナ探しでございます。サウナ付きの日帰り入浴やってるとこなかなかなくてね。ここにしました。可愛いの温泉すごいわね。一瞬で指輪がブロンズ色。ああ、言えばよかったね。アクセサリー系はね、色変わっちゃうんさ。強いんだろうね。一般に硫黄臭いと言われてるけど、これは知ってるよ。相性酸化マグナニウムでしょ。は、マジで言ってる。ん、違った。硫化水素でしょ。そうだっけ。いやー、過去一冷たい水風呂でカッチンカチンになりましたね。さすがにおじさんの体表も一瞬でタケノコの里状態。こら、いやー、整いました。水風呂推定温度は13度ぐらい、10秒ぐらいでみんな出ちゃいます。足痛くて動けなくなるやつです。痛い痛い。女子サウナは誰も入ってません。貸し切りイエイでございます。整いますね。整います。はい。鍵がかかる貴重品ボックスがないのでご用心。フロントに預けた方がいいわね。んだ。 6. Kawayu Cream Dowa。 ここが我々をジェラ好きに変えたお店、クリームドーワさん。前はソフトクリーマーだったんだけど、ここのナチュラルな味のジェラートにハマってね、各地でジェラート食べるようになったんだよね。今じゃすっかりジェラリストだね。ジェラリスト、かっこいい。ジェラリスト、人工甘味料とかじゃない自然っぽい甘さがいいよね。この桜餅、目から生ハム、もち米のつぶつぶ感があるなんて一体どうなってんの。ああ、衝撃のジェラートだねこれ。ブルーベリーは自家農園のもので、他のフルーツもいろいろ栽培してるんだって。秋はやっぱりかぼちゃでしょ。季節季節でメニューも変わるんだね。今回そばジェラがなかったのが残念。また来よ。んだ。 7. Teshikaga Teshikaga Sohonten。 お昼時ともあって大人気。すっげー人だったね。テシカガにこんなに人いたって感じ。むちゃむちゃ混んでる。テシカガさんは札幌にもありますが、実は人生初のテシカガラーメン双方亭でいただくことができ光栄です。急に鼻詰まったの。食べたことないの。そうなの。おすすめは味噌。実はおじさんも食べたことないんさ。なーに、店員さんに聞いたところ、人気は魚介絞り醤油と味噌とのことなので、今回は味噌をいただきました。見た目こってり系だけど、一口飲むとあら不思議、しつこくないスープ、魚介だしの効果なのかな。え、味噌も魚介なの。うん、ワインも入ってるよ。へえ。生姜と肉味噌がアクセントになって味変にもなるから食べ飽きないって感じね。王道味噌ラーメンって感じではない感じ。うん、
野菜シャキシャキはポイント高すぎ、高すぎくんですね。シャキシャキシャキーラは157センチ53キロ。あら、結構あるわね、体重。そうなんだ。ゴルフインフォメーション。テシカガ。テシカガカントリークラブ。今日はこちらで元服です。テシカガカントリークラブさん。20年以上前に1度か2度ラウンドしてると思うんだけど、うん、当時はすんごい草コースだったと思うんだよね。今は立派なカントリークラブですね。改修したのかな、うんうん、ハウスの貸し玉木でボールを購入。15球100円だったかな。アプローチグリーンがあると何時間でも入れちゃうね。すんごい練習したね。3時間くらいいた？もっといたかもね。アプローチもオセロも最近グリーンにやられっぱなしだよ。師匠がいいからですかね。誰だ教えたの。 You だよ You だよ You 8 カワイユパナパーナ。カワイユ温泉駅前のパン屋さん。少量しか焼かないスタイルなのかな。お店は広いけどほとんどが雑貨。かわいい小物や洋服いろいろあるよね。クロワッサンやバケット、各色とスタンダードなパンは一切なしっていう潔さがいいですね。メロンパンが人気なのよね。表面ツルツルカリッカリ、さっくりな外側がすんごい美味しいね。これオレピーは食べる前から香りがたまらん。ごまチーもチーズの焦げ具合がいいとくすね。ごまチーとオレピー最高。これは俺のパン。このパンたちはナイスですね。多少当たり外れあるかもしれないけど美味しいパン屋さんだね。火水休みだから気をつけなきゃね。今回もこのパンのために川湯温泉延泊したからさ。温泉いいから全然 OK だけどね。この界隈は砂湯、川湯、硫黄山、摩周湖と大自然の驚異的圧倒的観光資源が素晴らしいので、ぜひ訪れてほしいエリアですね。そうね、まさに圧倒的な大自然ね。砂湯の屈斜路湖畔の砂を掘ったら温泉が湧き出るのとか、ここ以外にもあんのかしらね。子供の頃から知ってから珍しいものじゃないと思ってたんだけど、今のところここしか知らないよね。うん、鶴にも会えるし、道東最高。一度冬も来たいわね。でも冬の北海道車中泊は勘弁、ホテル泊でお願いします。9屈斜路湖の近くにある空、大自然に囲まれたオーベルジュ。でっかい木彫りの熊がお出迎えです。すんごい庭だよね。グリーングラスが東京ドーム何個分みたいな。お庭には素敵なテラス席があるんだけど、そこでの食事は NG とのことでした。あれ、お庭っていうレベルの面積ちゃいますよ。うん、ね、なんとこちら、もともとは個人の別荘だったんだって。What? Oh my, バブリーの域超えてんね。ね、店内には大きな窓があって、綺麗な景色を眺めながら、ゆっくり食事が楽しめますんです。これは贅沢なランチだわ。豪華な別荘レストランで大草原を眺めながらのフレンチランチ、つかの間の錯覚セレブ、現実に戻りたくないわ。あの庭テラスで食事したいね。 NG なんだ。でもよく考えたら俺たちいつもやってるよね。好き勝手な場所を見つけては大自然カフェやらレストランやらバーベキューやら。確かに飯旅では紹介してないシーンもたくさんあるからね。レストランもいいけど、ああいう最高の場所に椅子とテーブルを置くってスタイル、おじさん好きだな。うん、すんごいいい。あれ、そういう場所見つけるのだけは天才的よね、あなただけはって。次回のメシ旅はガチデイマータタバサイオンベツナヨロシブツカイワイです。お楽しみに。 See you soon。 実はね、テシカがハーフなんですよね。うん、子供の頃からこの界隈はよく知ってるっつっても、まあ、じいちゃんばあちゃんに会いに来るだけだから、まあ、数年に一回とかかな。うんうん。風呂はね、手近くの温泉にしか入ったことないですよね。晩飯食い終わった後にみんな全員、温泉に風呂に入りに行くっていうのはいつものパターンでね。大所帯っていうのもあったんだろうけどね。それで。さんが小学校に上がったぐらいの頃だったと思うんだけど、うん、いとこがいてね、うん、でそのいとこがたかしって言うんだけど、うん、むさぎのうんこみたいな、はいはいはい、コロコロうんこばっかりすんの、うん、でいつもおむつからこぼれてね、床に転がってんだよね。うさぎか。である日、うん、じいちゃんが晩酌にいつも日本酒を飲むんだけど、日本酒のあてに豆を食ってたんさ。そしたらテーブルの下にね、うん、
あの、たかしのうんこが転がってたのを、豆を自分が落としたもんだと勘違いして、俺、うん、っつってこう箸でこうつまんだわけよ。でそれに気づいたおばちゃんが、あ、父さんそれダメ違うっつって。でね、危なくじいちゃんは孫のクソを食らうところだったって。そのいとこと同じ年の進次郎っていういとこがいてね、うん、そいつもまたちょっと変わった癖があってね、うん、あのうんこをするとき、まあおむつのときね、1歳ぐらいだからね、うん、あれ、うん、うんこするときね、うん、物陰に入って、うん、で音だけ聞こえるの、ふって振り返ったら真っ赤な顔して、ね、踏ん張ってうんこ食べてるね。そんなね、うん、うちのじいちゃんの孫は ひ孫を合わせると16人連続男ですよ。すごいね。すごい、数学的にはね、これ何万分の1とかっていう確率になると思うんだけど、うん、すごいですね。やっぱり、ね、男上手は男が生まれるっていうかね、ほうほう、その血を引き継いでるんですね、おじさんも。作用でございますか。ええ何上手って言いました。男上手。何